時刻は休日の午後1時、江ノ島観光案内所の前からスタートです。左の青コーナーが国道1号線ルート担当ガタモさん車載カメラ、そして右の赤コーナーが抜け道ルート担当石油ストーブの車載カメラ映像となっています。まずは両側に広がる海辺の景色を眺めながら江ノ島大橋を渡ります。続きまして江ノ島入口交差点から国道134号線を右折します。国道1号線へ向かうルートとしては、ここを左折し松並交差点から藤沢橋へアクセスするルートもありますが、今回は国道476号線藤沢町田線から藤沢橋へ向かう最短ルートを走行してもらいます。最初の信号を右折したら左車線を走行します。路面の赤塗装を目印に信号を左折します。対向車線は相変わらずの混雑模様ですね。たまに車列の中から歩行者が飛び出してくるのでご注意くださいませ。江ノ電自転車に行きの聖地が見えたら減速、歩行者や自転車の往来に注意しつつ左折します。ここで分岐です。青コーナーはこのまま直進し藤沢駅方面へ、赤コーナーはすぐに右折し湘南モノレールに沿って大船方面へ向かいます。坂道とカーブの多い赤コーナーに対し青コーナーは平坦ですが信号が多い印象です。先に目的地へたどり着くのは果たしてどちらのコースになるのでしょうか。江ノ島を出発してから約10分が経過しました。国道1号線を目指して北上中の青コーナー藤沢合同庁舎前にて渋滞に巻き込まれています。ここから藤沢橋までの 1.5km はダラダラとした渋滞が続きます。一方の赤コーナー湘南深沢駅の手前を左折し JR 大船工場跡地に沿って川沿いへ、ガソリンスタンドの脇を右折したら山崎河川橋で線路をまたぎます。さて青コーナー、やっと渋滞を抜け出して藤沢橋を右折、箱根駅伝で有名な遊行寺の坂を登って国道1号線へ合流していきます。ここで出発から30分が経過です。両者の位置関係を確認してみましょう。まず国道1号線ルートの青コーナー、藤沢駅前の渋滞から抜け出して国道1号線へ合流する地点まで来ています。続きまして抜け道ルートの赤コーナー、大きな渋滞にはまることなく大船駅前を通過、環状4号線笠間大橋をくぐる地点まで来ています。進行度合いとしては大きな差は見られない状況ですが、国道1号線は渋滞、抜け道ルートはストップ&ゴーや右左折による速度の低下といった短所を抱えております。果たして先にゴールまでたどり着くのはどちらのルートになるのでしょうか。赤コーナー、建設中の横浜環状南道路栄ジャンクションを横目に飯島方面へ、伝説のスタ丼や丸源ラーメンを目印に飯島交差点を右折します。時差式なので焦らず騒がず落ち着いて安全に曲がりましょう。青コーナー、影取町と原宿を通過して戸塚警察署の交差点に到着。こちらは有名な渋滞スポットですが、撮影日はそこまで渋滞していなかったようで難なくクリアです。続けて不動坂交差点へ、ここも渋滞の名所ですが2027年度完成を目安に交差点の改良工事が進められています。画面は映りまして赤コーナー、いよいよ環状2号線に入りました。ゴールの平取一体交差点まで間もなくです。さて先に到着するのはどちらでしょうか。合流地点のコンビニでフィニッシュです。
というわけで、先にゴールしたのは国道1号線ルットでした。環状2号線平取一帯到着時のタイムは45分。戸塚警察署前や不動坂での渋滞がそれほど大きくなかったのが勝因と言えるでしょう。対して抜け道ルート、タイムは約50分でした。こちらは大船駅前などで小さな渋滞に引っかかってしまい、予想よりタイムが伸びてしまう結果となりました。今回の検証の結果、タイム差は約5分と大きな大差が出ませんでしたが、とどのつまり、紹介した抜け道ルートが国道1号線の迂回に役立つことが証明できたと思います。といったところで、今回の動画は以上となります。感想やアドバイス、リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。ガトモさん視点の動画も上がっていますので、ぜひとも概要欄からご覧ください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。